韓国の戦士ハイランダーは1992年から1998年に放映されたアメリカ合衆国、フランス、イタリア、ドイツ、日本の共同制作のファンタジー、特撮テレビドラマ、フランスでは TF1 と M6 で放映された。この作品はハイランダーシリーズの余波として、この作品は映画版の主要登場人物であるコナー・マクロードと、 同じ種族のものにして、スコットランドのクラン・マクラウドである、ハイランダー・ダンカン・マクラウドの人生を軸に展開していく。ランバートは、時間軸上の関係で、第1シーズン第1話に少しだけ姿を現し、彼についての話が6シーズン中何度か出てくる。撮影は、フランスとカナダで行われ、カナダ側での主なロケ地は、バンクーバーである。この番組は、 ヨーロッパを中心に制作が行われた。映画第一作から第4作に出演していた、クリストファー・ランバートは、フランスの大手エンタテインメント複合企業合問の代表クリスチャン・チャリットと一緒に仕事をしたことがあり、ランバートは、映画第一作のプロデューサーであるピーター・デイビスと、ウィリアム・エヌ・パンザーが、ハイランダーのテレビシリーズを作りたいと考え、チャリットとつながりを持った。 ゴーモンがその作品の TV シリーズ権を買い取り、1992年にゴーモンがテレビ部門を開設し、フランスの銀行 EN、クレジットジュノールから融資を受けた上で、他の作品の企画とともに、ハイランダーのドラマ化企画が立ち上げられた。企画を主導するゴーモンテレビジョンは、アメリカでのシンジゲート放送を行う権利を買い取り、現地のスタッフを採用した。 この拷問のやり方は当時画期的な動きであるとみなされていた。この番組はフランスの会社にとって初めてアメリカ向けに制作された番組として知られるようになり、拷問は RTL プラス、リッシャーディストリビューション、リッチタリアプロダクションズ、アミューズビデオ、TF1 といった国をまたいだパートナー陣と共に制作し、シンジゲート放送を行った。 1> 第1シーズンの予算は2610万 US ドルだった。リッシャーの代表であるキースサンプルズは保証された予算の75%は海外からの売り上げだったと話しており、残りの25%はアメリカでの売り上げということになり、プロデューサーたちは放映権を得たことで、 海外からの売り上げだけで1話あたり80万ドルの予算を組むことができ、この額は1992年から93年にかけて放送されたドラマの中でも最高の額であるとされている。ヨーロッパ側のスタッフときちんと調整を図るため、共同制作協定の一環として、いずれのシーズンも2つのスケジュールに分けられ、 前半のワシントン州シークーバーを舞台とした場面の撮影はカナダのバンクーバーで行われ、それ以外の他の場面は後にフランスのパリで撮影が行われた。バンクーバーでの制作は1992年7月13日に始まった。そしてパリでの制作は1992年12月に始まり、パリ郊外の地域であるバルドマルヌ県で行われた。 第13話のクライマックスの検討の場面のロケ地となったバンクーバー校制作葬式の座にはビル・パンザーとピーター・ S ・デイビス、スティーブン・メイヤー、シェリル・ハーディー、ガイ・コリンズ、そして拷問テレビジョン代表であるクリスチャン・チャリットがついたと、拷問共同制作チームの代表であるマーラ・ギンズバーグがついた。ケビン・ドローニーフィリップ・ジョン・テーラーは 1> 第1シーズンの初めからスーパーバイジングプロデューサーを務めていたが、第1シーズン第7話から、テイラーの代わりにデビッド・アブラマウイツがその座に就いた。プロデュースは、バリー・ローゼンとゲイリー・グッドマンが行い、制作部門の統括はマルク・デュポンタビスとデニス・ルロイが行った。スクリプトは、スタッフとブライアン・クレメンスといったフリーランスの、 脚本家が共同で執筆した第1話から第13話におけるバンクーバーでの制作時のラインプロデューサーはブレントカール・クラクションが担当した第14話から第22話つまり制作の現場がパリに移った時はパトリック・ミレットが制作部マネージャーとしてラインプロデューサーを務めたレギュラーの監督はトーマース・ジェイ・ライトとホルヘ・モンテ氏レイ・オースティンが務め県議指導は ボブ・アンダーソンが担当した。アンダーソンは、バンクーバーの撮影時には演出も担当していたが、パリでの撮影時は、スタントコーディネーター兼第2班監督であり、出演者の一人である、ピーター・ダイヤモンドが演出を担当した。オープニングテーマは、クイーンの、カインド・オブ・マジックより、プリンシス・オブ・ザ・ユニバースが採用された。パイロット版は、もともと、ハイランダーシリーズの、 第3弾として企画されたが予算の問題と制作の後半でランバートがコナー・アー・マクロード役を演じたいと言い出してきたため1時間のパイロット版として脚本が練り直された結果となったこの番組は映画ハイランダー最終戦士とハイランダー・ネクストにつながっていくいずれの映画もエイドリアン・ポールがダンカン・マクラウドを演じピーター・ウィングフィールドがミトスを そしてジム・バーンズが、ジョードーソンを演じた。ありがとうございます。